皆さんこんにちは、ボーカルトレーナーの翼です。どうしたの？ちょっと言いたいことがあるんですけど。何でも教えてください。いいですか、はい、言っちゃいますけど、はい、歌をねレッスンしに来てるんですけど、先生はいつも歌うなって言うじゃないですか。歌うなって言うじゃないですか。私歌習いに来たんですけど、めっちゃ歌が上手くなる翼アイドル。歌うなという歌のレッスン。歌には語りと、サビの前、そしてサビとかっていう基本的にそういう構成の曲が多いと思うんですけれども、いかに語りがうまくできるかということでサビが生きてくるんですね。サビは上手にまず歌を覚えた時に歌える方は多いと思うんですが、このサビに近い状態で入り口から歌ってしまう方って多いんです。例えば松尾さんで言うとジャストライフとか、時間を戻す時計が、ね、語尾がちょっと伸びちゃうと、はい、時間を戻す時計が欲しい。ちょっと語尾が伸びただけで、はい、喋った感じ、語った感じがしなくなっちゃうんですね。あ、そうでした。でもじゃあ時間を戻す時計が欲しいって喋ってみてください。時間が欲しい。時間を戻す。今すごい全然違和感なかったです。なんで笑うんだろう、笑われるんだろうと思って。時間を戻す時計が欲しいって喋ってみてください。時間を戻す時計が欲しい、はい、今時間を戻す止めましたよね、はい、極端に言うとそういうことです、ね、語りをまず作るには語尾を短く、でその曲に合ったニュアンスとかムードで置いていくとか抜いていくっていうのが色付け。なんとなくベタっと伸ばしてしまうと言葉が逆に伝わらなくなってしまうので、語りはそのように作っていけるといいのではないかなと。ああ、わかりました。それが語りなんですね。そうですね、はい、というわけで、はい、松尾さんが選ぶ曲、はい、大体こう構成がしっかりしてる曲が多いので、はい、まず語りを見直す、はい、松尾さんはサビは得意なので、あ、サビは泣きの癖があるのでこれはまた別の動画でお伝えしますけれども、語りをいかに丁寧に喋ることができるかで、ぐんと歌は格段に上手に聞こえます。カラオケの歌うまテクニック、語りをいかに語れるか、これがポイントです。語りを語る、歌を歌うな。OK ですか？わかりました。というわけで松尾静香さんでした。ありがとうございました。語ってね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。